北朝鮮の国営メディアは国家科学院がさまざまなウイルス性疾病の治療に効果がある新たな抗ウイルス注射薬を開発したと報じました新型コロナウイルスの感染者の治療も念頭に置いたものとみられます,性ます朝鮮中央通信によりますと、 国家科学院の生物工学分野が開発したとしているのは、様々なウイルス性疾病の治療に効果がある新たな抗ウイルス注射薬です。北朝鮮独自の方法で数年間かけて開発したもので、新型インフルエンザや新型、インフルエンザウイルスや鳥、インフルエンザウイルスなどを対象に実験を行ったところ、特定のウイルスのみに効く薬よりはるかに効果が高かったと主張。 臨床試験ででもその効果が確認できたとしています国営メディアは北朝鮮で新型コロナウイルスの感染者は出ていないと強調していますが連日、海外での感染拡大の状況や手洗いの徹底や消毒など対策の方法を多く報じていて今回開発したとする薬は新型コロナウイルスも念頭に置いているものとみられます。